やっぱり卵とチキン、まあ鶏が入ってるわけですからさ、それの親子っていうのがね。さあ始まりました、このミルチャンネルということで、私がみんなの上司コスモスでございます。みんなの部下ハルピョンです。はい、本日はですね、流暢選手権ということでやっていこうと思います。はい、これはですね、かまいたちが YouTube チャンネルでやってたことなんですけども、これをちょっと真似てやってみようかなと思いました。はい、ルールはですね、何かあるテーマについて一つお互いに出し合いますんで、まあ最初、例えばじゃあ私が iPhone って言ったら、 iPhone と言いますのは ですけれども、っていうような形でね、今止まりましたんで、もうこれアウトですんで、これのね、流暢に喋り続けてた秒数を競い合うというね、勝負になっておりますんで、はい、ぜひともみんなも一緒にやってみてください。ではやっていこう、レッツゴー、カモメールチャンネル。はい、じゃあ早速やっていこうと思うんですけども、はい、こちらからしますか。ごさんからです。私じゃあ先行でラストポーチを持っていただいて、はい、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあテーマは、はい、みかんで。はい、みかんっていうのはね、たくさん皆さんね食べられてきたと思うんですけども、実はね、皮を剥いて毛が黄色くなったりしますよね。あれって一つの病気って言われたりもするんですよね。結構ね、その病気がまあ定かではないんですけども、でもみかんって実はその手以外の部分で言うと体に良かったりしますよね。みかんってやっぱりね、その食前に食べることによって結構ダイエットにも効果があったりっていうのも、そういうデータも出てますんで、よかったらね、食後ではなくて食前に何かデザート、まあ夏みかんでもいいですし、まあ、スーパーに売ってる普通のみかんでもいいですし、まあオレンジなんかやっぱり糖度が多いのでダイエットには向かないとかっていう話もね、ありますんでね。だから、あかん。34秒。いや、悔しいな。これは悔しいな。ちゃんとこれ内容があること喋れてたんかなっていうふうに思いますけど、全然ね、喋れないですね。はい、34秒でした。はい、34秒ということって。すごいぞ。いやー、これは難しいですね。カモミールチャンネル。さあ、私は34秒ということでしたけれども、じゃあ、高校のハリピョンにやっていただきましょう。はい、頑張るぞ。さあ、はい、じゃあ、行きましょう。じゃあ、テーマは、扉。扉っていうのは、皆さん絶対一回、実は開け閉めしたことがあると思うんですけど、私の家にも扉というものあるんですけど、皆さんの家にも扉というものは絶対にあると思うんですけど、扉がなかったらやっぱ不審者に侵入されたりするので、結構、扉というのは命にも関わるほど大事だと思うんですけど、扉というのは、どこでもドアとかも扉ですね、あれ、一般的に言うと。扉っていうのは、はい、22秒ということで、はい、ありがとうございます。では、1回戦目は私の勝利でございます。イエイ、はい、これ日本選手なんで、次私が勝てば私の勝利というようになりますので、次はぜひぜひね、頑張ってみてください。では次参りましょう。カモミルチャンネル。はい、じゃあ2回戦目ですね。はい、ここで決めたいと思います。私じゃあ決めていただいて。はい、決めていきます。絶対決める、はい、絶対勝つ。1分はなんとか喋りたいね。じゃあいきます。はい、テーマは、はい、ローストチキン。ローストチキンってやっぱりね、ローソンとかにも置いてないですよね。ファミリーマートにも置いてない、セブンイレブンにも置いてないです。セブンイレブンには置いてるのはセブンチキで、セブンチキっていうのがわからないですけどもね、ファミチキやったらファミチキってことだったですよね。だからローストチキンってどうやって作るのかって、あんまりその概念がよくわからないですよね。ローストってことはこれはもうオーブンか何かに入れてるってことになるのかどうかわからないですけど、私はやっぱりうどんが好きですかね。チキンというよりかはうどんが好きですかね。もしくはそのお出汁を使ったそのうどん屋さんの親子丼、まあそこはまあチキンはチキンっていうところですよね。親子丼にはやっぱり卵とチキン、まあ鶏が入ってるわけですから、それの親子っていうのがね、その親子丼の由来というかね、その言われになってますからね。あとは他人丼っていうのもありますよね。他人丼っていうのは、牛肉と、卵っていうのはね、これはね、卵と、鶏肉はまあ親子関係ですけども、卵と牛肉っていうのはね、やっぱりその他人だっていうところで、それは他人丼っていうふうに言われてますよね。はい、だからその丼が、美味しくいただけるっていうことがすごい素敵なことですよね。まあその他人丼かまあ親子丼かっていうと、私やっぱり親子丼の方が好きかなというふうに思いますね。はい、だからその丼だけでのカツ丼よりもやっぱりそれは言ったんちゃう。1分1秒。内容が薄かったな。全然ちゃう話してます。すごい内容が薄かった。ローストチキン分かれへんもん。ローストチキンって何？テーマでぶっこんでこんどいてよ。そんなん分からへんやんか。ローストチキン飽きたん。ローストチキンって何なんマジで。なんでうどん子供の話になってるんですか。チキン、チキンやから、まあ、鶏やから。うどんはちゃうかって、いや、なんかやっぱその何、うどん屋さんのやっぱ親子丼美味しいやんか。ああ、まあ、うん、中うとかでもやっぱりそのうどんもあるけれども、やっぱその家族亭とか、そうそうそう、家族亭とか田舎そばとかいろいろありますけどもね。はい、では次に参りましょう。ガモメールチャンネル。さあ、私1分超えてなかなか強敵じゃないですか。大丈夫ですか。やばいです。はい、ではハルピョンにもやっていただきましょう。頑張るぞい。はい、じゃあトイレ。トイレ。
イレっていうのは皆さん多分1日に 4,5 回ぐらい行くと思うんですけど、私はトイレが近あんまり近くない方なので1日 2,3 回行けばトイレはもう十分なんですけど、朝まず朝起きてトイレに行きますんで、夜寝る前には絶対トイレ行きます。お風呂入るまでにトイレに行きます。これで3回だと思うんですけど、私って本当にトイレに行かないんですよ。なので皆さんこの人とかはね結構トイレが近いので、あと刈り上げ部長も結構トイレが近いんですけど、皆さんトイレって近いですかね。私は全然トイレ、さっきも言ったんですけど、全然トイレ近くないんですよ。なんでかって言いますと、私はあんまり分かんないんですけど、まず私は水分は取らないんですね。基本水分は取った方がいいと思うんですけど、今もおっしゃったんですけど、トイレというのはですね、水分を出す、水分だけじゃなく体の悪いものを出すということで、やっぱトイレというのは結構行った方がいいんですね。でも私はあんまトイレに行かないんです。なぜかというとあんまり分かんないんです。私も分かんない分かんないはい、56秒ということでね。惜しい。あ、いや惜しいというか、もうだいぶなんかもう甘めに見てるからね。惜しい、うん、だいぶ甘かったと思うよ。ということで私の勝利でございます。ありがとうございます。いやこれやってみて結構面白かったですね。確かに、うん、いやこれ難しいですね。これ皆さんもこれ得意不得意あると思いますけどね、この自分の得意なテーマが来たら何とか喋れるんかなっていうふうに思うんですけども、まあ、テーマ結構あなたに甘めで言ってますからね。確かに、トイレとかやったら全然喋れると思いますけどね、それはね。いや結構私ローストチキンとか難しかったですけどね。じゃあお題はベーコン。ベーコン、いやベーコンっていうのもね、やっぱりね、朝に食べるものだったりしますしね、トーストの上にのしてねやったりもしますけれどもね、卵割って、やっぱりね卵っていうのはね、やっぱ親子丼って話になってきますよねやっぱ親子丼に行くわ。親子丼に行くわ。11秒。あ、いや、もう親子丼に行っちゃうわやっぱあかんな。じゃあけん玉。けん玉っていうのはですね、子さんがとても得意なけん玉なんですけど、子さんは小さい頃一人ぼっちだったということで、けん玉の道場に帰りたいし一人ぼっちちゃうで、別に一人ぼっちちゃうねん。まず喋らせてもらっていいですか。私が頑張って喋ってるのに。一人ぼっちとは気になるワードできたからいじめられたみたいな。全然楽しく幼少期は過ごしてきたつもりやしさ、それ一人でなんかだって山に登ってなんか虫取ってたって言ってたから。いやいや、それ一人でもあったけど、それは全然良かったよ。それ楽しく生きてるから別にいじめられてるわけでもないし、一人でってなんか嫌やんか、惨めな感じのなんか幼少期を過ごしたみたいな。じゃあハムで。ハムっていうのはね、やっぱりベーコンと一緒で朝にやっぱいただきますよね。やっぱりその卵を割ってパンの上に焼いてってことでね、やっぱりその卵とやっぱりそのね、ハムっていうことはこの豚とね、卵っていうのはね他人なんですよね。他人の無理はないんですけども、やっぱり私は親子丼っていう形になりますよね。だから親子丼は美味しくいただきたいっていう形になりますよね。親子丼に行くね。親子丼でした。終わらせてますよ。はい、終わります。終わりますっていうか勝負はついてるからね。確かに。はい。というわけでですね、カモミルチャンネル本日は以上になりますね。チャンネル登録、はい、高評価、コメントよかったらよろしくお願いします。これも流暢に喋れればと思いますんでね。これ流暢に喋れましたかね。はい。入る隙がなかった。はい、よろしくお願いいたします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。